今日は天気雨か。変な天気だな。晴れてるのに。今日は3月14日。ホワイトデーか。あ、チョコあげないといけないんだった。どうしよう。今年はどうすっかな。そうだ、ランに聞くか。もう3月中旬なのね。てか今日は3月14日なのね。そっか。もうそんな時期なのね。確か木曜日の翌日にあたる日のこと。それはブラックフライデー。お金が先だわ。あれだよね。ホワイトデーだよね。女性が男性にチョコレート渡すやつ。僕じゃねえか。もう終わってる。別れ話を切り出すのに最適な日で、別れ話を切り出していい日のことだよね。それはメイストームデー。なんか悲しくなるからやめて。花嫁の喜びという花言葉を持つやつ。それはオレンジデー。でも、オレンジデーっていうのはバレンタインデーや、ホワイトデーに続く二人の愛を確かなものにするみたいだぜ。パチュリーから聞いたけどな。ホワイトデーか。今年も連からしかもらえないでしょうね。外の世界だったら、みんなかなりもらえるんじゃないかしら。私やったらどのくらいもらえてるんだろう。業務は人気だから10億。絶対食いきれねえ。いや10億はないよ。大抵はみんな、100億ぐらいだよ。なんか逆に増えた。お、もしかして蓮かな？ちょっと出てくるわね。はいはい、どちら様ですか？あ、どうも、霊夢いる？あなた見ないわね。霊夢ならいるけど。あ、あんたは。あら、久しぶり霊夢、元気してた？この前私の神社境内に見せ立てたやつ。この名前は数え分昔ですが。え、嘘？マリサが二人いる？ガー！確かに金髪は合ってるけど、服装ちゃうでしょ。ってところであなたは誰？あ、私エレンっていうの。まあ霊夢だけは知ってるみたいだけどね。もしかして巨人倒した人？別の人や、霊的違う視聴者兵団でもないわ。エレン、河川から聞いたけど私になんか用？久しぶりに幻想郷に来たし、雑談でもしようかなと。は？それしたいがためにここまで来たの？雑談って言ってもここ何もないわよ。さっき人里行ったら、なんか今日、ホワイトデーみたいなのがあったけど、なんか特別な日なの？まあ簡潔に言うと、男性が女性にチョコを渡す日のことだよ。なるほど。ホワイトデーがあるなら、ブラックデーあるんじゃない？いや、それはないぜ。ブラックデーってそれ聞いただけでなんか、罪悪感感じるんだが。その日だけダークサイドに落ちるんぜ。確かに。ラン、こんぐらいでいいかな？もうちょっと混ぜよっか。まさかレンガチョコ作りとはね。手作りでして、霊夢たちに渡したいんだって。今までは手作りじゃなかったけど。それにしてもこの板チョコ美味しいわね。それ、自分で買ったやつ？そうよ。美味しく食べるのはいいけど、虫歯になったら知らないわよ。大丈夫大丈夫。毎日寝る前に歯磨きしてるから。ゆかり様、チョコがもうないです。え、冷蔵庫になかった？さっき見たけどまだあったわよ。いいえ、もうないです。ゆゆこさん、それチョコの材料。なんでさっき嘘ついたか5秒以内に答えろ。お腹空いてても無我夢中で食べました。それにしても、さっきまで天気雨だったのに、晴れてきたね。はい、買ってきました。ゆゆこさん、食べたい気持ちはわかるけど、全部は食べちゃダメだよ。そうよ、ゆかり様はこう見えていつもだらしないけど、迷惑かけたらダメでしょ。そうよ、だらしない永遠の、18歳ゆかりちゃんよ。は？それにゆかり様はいつも寝てますからね。まあそれは忘れて、チョコ作り再開しよう。さてと、チョコできたな。結構上出来だったよ。美味しかった。霊夢たちもきっと、喜ぶよ。味見したけど、美味しかったわよ。美味しかったけど、もうチョコないの？お米だよ！あのずっとチョコ待ってたんですけど。ごめん、今できたとこだよ。もうチョコできたんだろ？早く食おうぜ。あなたがレクヤさん、私エレン、よろしくね。あのすいません、自己紹介してくれるのはいいが、なんかあった？諦めんなよ！